妹よ、今日は戦車には乗らず、この冬新登場の戦車さんたちの強さについて調べてみたので、その発表をさせてもらっちゃうね。わかったよお姉ちゃん。この冬登場の新戦車さんというと、ホリデー作戦の子たちに加えて、しかるべき報酬の KV-1SA さんだね。うむ。ちなみに調べ方に関しては、TOMATO-GG さんで見ることのできる、直近2週間における、平均戦績にさせてもらっちゃったです。というわけで早速下のティアから順に見ていこうか。まず、大きなボックスから出るティア4イギリス系戦車の A25 ハリー・ホプキンズ I さんは、勝率 51.12%、平均ヨダメ488と、なかなかまあまあって感じのスコアだね。いいね、お姉ちゃん。それにこの子は通常弾が交換通っていう、金作要素も合わせ持ってるもんね。うむ。そしたらお次は、しかるべき報酬のティア50戦車の KV-1SA さんと、大きなボックスのドイツに捕まった KV-1 さんこと、プズ。KWI さんを同時に見ちゃおっか。了解だよお姉ちゃん。でもこの2両はなんていうか、両極端になっちゃってるね。うむ。KV-1SA さんは勝率 48.27%、平均ヨダメ561と、勝率もヨダメもワーストなのに対して、ドイツに捕まった KV-1 さんの方は、勝率 53.42%、平均ヨダメ828と、勝率はあの KV-222 さんを超えてトップ、ヨダメも3位とすごくいいんだよね。でも、ここまで差が出ちゃうのはちょっと意外だったよね。だね。乗った感じ KV-1SA さんがそんな弱いとも思えなかったし、まだ乗ってないけど、スペックを見た感じ KW-1 さんがそんな強いことも思えなかったもんね。そしたらお次は大きなボックスのティア5駆逐戦車の SU-222 さんを見ていこうか。SU-222 さんの平均勝率は 47.82%、平均ヨダメは504と、ちょっと低めだね。うむ。最初見た時はこの火力は強すぎじゃないかな、なんて思いもあったけど、なんていうかな子だったよね。あわう。でも私たちも乗ってみたけど、なかなか難しい子だったもんね。だね。そしたらお次はホリデー作戦の目玉車両、ティア8アメリカ中戦車のシュワチャン・パットンさんと、中国重戦車の BZ176 さんを、同時にチェックといっちゃおうか。了解だよお姉ちゃん。この両は車種不問で、すべてのティア8さんの勝率トップ15の子までが乗ってる両になるけど、2両とも10位以内に入っちゃってるね。うむ。まず BZ176 さんは、平均勝率 52.49%、平均ヨダメ1573で、平均勝率は全ティア8さん中7位、ヨダメは5位。シュワチャン・パットンさんは、平均勝率 51.73%、平均ヨダメ1311で、平均勝率は全ティア8さん中10位、ヨダメは22位だね。シュワチャン・パットンさんのヨダメはちょっとあれだけど、どちらもすごい成績だよね。うむ。しかも上位3両の子たちみたいに、戦闘数が少ないというわけじゃなく、ティア1から10の全車種含めた戦闘数で、BZ さんが1位、シュワチャン・パットンさんが2位という、圧倒的戦闘数にもかかわらずこの戦績なのが素晴らしいよね。本当だねお姉ちゃん。そして最後にティア9の2両になるんだけど、まず最初に大きなボックスから出てくるフランス系戦車のチャーンル75さんは、平均勝率 49.94%、平均ヨダメ1021と、勝率もヨダメもティア9系戦車さん中トップだね。いいね、お姉ちゃん。でもこれ、戦闘数の偏りがちょっとひどいよね。うむ。ここまで戦闘数がこの子に偏ってると、敵も味方もこの子だらけで、ちょっとデータとしてはアレな気もするね。とはいえヨダメはそんなの関係ないし、一両だけダントツのヨダメなので、火力の高さは間違いなさそうだね。そして最後にホリデー作戦のイベントガチャで入手可能な、ソ連中戦車の283さんになるんだけど、勝率 46.28%、ヨダメ1002で、まさかの勝率、ヨダメともに圧倒的なビリになっちゃってるね。あわう。でもこれはちょっとひどいスコアだよね。うむ。多分レンタル車両という形で、簡単に入手できるから、
とりあえずお試しで軽く乗ってる人が多い、と思っておこうか。そうだねお姉ちゃん。そして軽く乗る程度だと、後部後頭さんは癖の強さがあるもんね。うむ。そしたら一通り紹介できたと思うので、今日はここまでにさせてもらっちゃおうか。了解だよお姉ちゃん。ではでは、ご視聴ありがとうございました。